ということで、ショートバトル動画を一気にしてみよう！パート4！ イエーイ！登録者様9万人突破！ありがとう！さあ、本日はいつも縦動画でお楽しみいただいているショートバトル動画を横画面フルスクリーンでお楽しみいただく企画第4弾でございます！いつも動画を見て高評価、コメントをしてくれてるみんなのおかげで、気づけばこのショートバトル動画ももう100本超えっていうことでね、かなり作りました！今日はショートバトル動画一気見集中ことで、ぜひともこちらお楽しみいただければと思います！今、チャンネル登録者10万人目指してるので、フルフルの動画が面白いなと思ってくれた方はチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それでは行ってらっしゃい。マナモンキー50体とゴッドダンベルメムさんを戦していく。本日は因縁のリベンジマッチとなります。まずは赤コーナー、あの敗北から2年、並々ならぬ鍛錬により世界をも破滅させる指パッチンを習得した男は、あの日の無念を晴らせるのか。ゴッドダンベルメムさん、相対するは痛みも恐怖も感じない血に飢えた無敵の猿人形は、今日も勝利をもぎ取れるのか。マナモンキー50体。さあ皆様、ゴッドダンベルメムさんが勝つと思う方は画面をダブルタップ、マダーモンキー50体が勝つと思う方は高評価よろしくお願いいたします。それでは試合スタートです。さあ、ゴングと同時にダパクさん指パッチンを発動したようですが、おっと、さあ、ゴングと同時にダパクさん指パッチンを発動したようですが、おっと、さあ、ゴングと同時にダパクさん指パッチンを発動したようですが、おっと、これはまずい、全く効いていません。まさかダパクさん、あっけなくここで敗北だ。このように救いの神は存在しないのでしょうか。勝者マダーモンキー、なんと恐ろしい生物でしょうか。あっと、また新たな脅威が現れてしまったようだ。最強少女アガサとブラックスピーカー馬を戦わしていく。まずは赤コーナー、見た目は子供、頭脳は化け物、おぞましい姿で小学校を徘徊する悪魔の子、最強少女アガサ。相対するはこのうちじゃなくて今すぐがいいの大人の恋に子、ブラックスピーカー馬。さあ皆様、最強少女アガサが勝つと思う方は画面をダブルタップ、ブラックスピーカー馬が勝つと思う方は高評価よろしくお願いいたします。それでは試合スタートです。ゴングと同時に赤坂駆けよりスピーカー馬にしがみつきました。おっと、スピーカー馬の衝撃波だ。アガサはどうなったのか、一度リプレイを見てみましょう。つかみかかるのには成功しましたが、逆に大爆発をもろに受けることになってしまいました。魅惑のダンスで油断を誘うスピーカー馬の策略が見事功を奏しました。一瞬垣間見えた彼女の本性も恐ろしい姿でした。しかしさすがのアガサもこの爆風には耐えれなかったようだ。勝者ブラックスピーカーウーマン。いやー、本日も最高の戦いを見せてくれました。おっと、倉庫にこんな置物あったでしょうか。ブラックスピーカーウーマンとシルバーウォッチャーを戦わしていく。まずは赤コーナー、銅像だからと侮るなかれ、四角から巨大な斧で襲いかかるイカれた番人シルバーウォッチャー。相対するは誰もが目を奪われてく、君は完璧で究極のブラックスピーカーウーマン。さあ皆様、シルバーウォッチャーが勝つと思う方は画面をダブルタップ、ブラックスピーカーウーマンが勝つと思う方は高評価よろしくお願いいたします。それでは試合スタートです。さあ今後はなりましたが、まだ動きはありません。おっと、スピーカーウーマンが先に仕掛け、なんか倒れているのはスピーカーウーマンだ。一体どういうことでしょうか。先ほどまで動きのなかった銅像が突如斧を振りかざしております。頑丈なボディで衝撃波を全て跳ねのけております。なんと狂気的な銅像なのでしょうか。さあ次々とスピーカーウーマンが倒されていき、ここで試合終了。勝者シルバーウォッチャーと同時にまた動きを止めてしまいました。なんと恐ろしい銅像でしょうか。この鋼鉄のボディを打ち砕く相手は存在するのでしょうか。グリッチスキビートイレとシルバーウォッチャーを戦わしていく。まずは赤コーナー、俺たちのハゲを侮辱する奴は神様でも許さない、光の速度で血の果てまで追い詰めるハゲッチャグリッチスキビートイレ。相対するは背を向けたが最後、静かに忍び寄り巨大の斧で相手を切り裂く狂った番人シルバーウォッチャー。さあ皆様、ハゲッチスキビートイレが勝つと思う方は画面をダブルタップ、シルバーウォッチャーが勝つと思う方は高評価よろしくお願いいたします。それでは試合スタートです。さあ、ゴングと同時にグリッチトイレの目にも止まらぬ音速の信号撃だ。鋼鉄の体を持つシルバーウォッチャーは彼らの猛攻にかなり押されています。しかしこれだけの攻撃を浴びてもシルバーウォッチャーの強靭なボディが崩れることはありません。さあ、ここに来て反撃を食らったグリッチトイレが少しずつ倒れ始めております。形勢は一気に拡大、暴れ回るグリッチを的確に斧で仕留め上げて、ここで試合終了。勝者シルバーウォッチャー。ダークディセプション軍団の襲来はいつ終焉を迎えるのでしょうか。超人ハルクとマダーモン
ンキー50体を戦わしていく。本日ついに真の最強が決定いたします。まずは赤コーナー、過去歴代の猛者たちをフィジカルギフテッドで全て投げ倒してきた武闘派モンスター、超人ハルク。相対するは彼らを倒す術は存在するのか。突如現れ人類を恐怖へ陥れた新進気鋭の猿人形、マーダーモンキー50体。さあ皆様、超人ハルクが勝つと思う方は画面をダブルタップ、マーダーモンキーズが勝つと思う方は高評価よろしくお願いいたします。それでは試合スタートです。さあまずは超人ハルクお得意のラッシュ攻撃だ。あまりの威圧にマーダーモンキーも一瞬ひるんでおります。しかしすぐ体勢を整えハルクに襲いかかります。さあ少しハルク側にも焦りが出てきたようだ。やはりこの猿人形は無敵なのでしょうか。両者一切攻撃の手を止めません。勝利への執念が激しくぶつかり合います。あっとここでハルクの渾身の一撃が炸裂して試合終了。勝者超人ハルク。おっと屋上にはマーダーモンキーの仲間たちが偵察に来ていたようだ。ドレッドダッキーとカメラマン軍団を戦わしていく。まずは赤コーナー、一度触れたが最後突如2本足を生やし地獄の内まで追いかける下水道のひよこちゃん、ドレッドダッキー。相対するは平和を脅かす奴らは僕たちが許さない、日夜地球の平和を守る縁の下の力持ちカメラマン軍団。さあ皆様、ドレッドダッキーが勝つと思う方は画面をダブルタップ、カメラマン軍団が勝つと思う方は高評価よろしくお願いいたします。それでは試合スタートです。さあ試合が始まりましたが、あれ何も起こりませんね。おっと突然ドレッドダッキーが動き出しました。油断を誘うために2本の足は隠していたのでしょうか。さあそれを皮切りに全ドレッドダッキーが一斉にカメラマンたちを襲います。カメラマン軍団も逃げながら必死にレーザーで対抗しますが努力むなしく次々と倒されていきます。そしてここで最後の1体が逃げ場を失って試合終了。勝者ドレッドダッキー。さあ最後に勝者へのインタビューです。あー違う違う違う、ドゥームダッキー軍団とスケビデゴミヤコ軍団を戦わしていく。まずは赤コーナー、下水道に潜む恐怖の二足歩行アヒルちゃんがさらなる規格外の大玉を連れて帰ってきたドゥームダッキー軍団。相対するは穴を貫くような異臭を漂わせ戦場をゴミ処理場へと変貌させるお下劣集団、スケビデゴミヤコ軍団。さあ皆様、ドゥームダッキー軍団が勝つと思う方は画面をダブルタップ、スケビデゴミヤコ軍団が勝つと思う方は高評価よろしくお願いいたします。それでは試合スタートです。さあ開始のゴングが響き渡りました。おっと楽器を選ぶまさかの一瞬で敗北。さらにゴミ箱軍団をお得意のファイヤー攻撃で一斉追撃、もはや焼き鳥状態であります。しかしドレッドダッキー体を焦がしながらも必死に食らいつきます。彼らの原動力は散っていった親分の敵討ちといったところでしょうか。両者一歩も譲らぬ互角の戦いが続きます。あっという間に戦況が大きく変わりました。あっとここでゴミ箱軍団が倒れて試合終了。勝者ドゥームダッキー軍団。ダークディセプション連合の恐怖はまだまだ終わらないようだ。クロックマンチームとクラウングレブリン軍団を戦わしていく。まずは赤コーナー、時間は我らの手の中に、時を操り世界を平和へと導くチート級集団クロックマンチーム。相対するは卑屈な人間がモンスターと化した悲しきピエロたちの地獄のサーカスをとくとご覧あれ、クラウングレブリン軍団。さあ皆様、クロックマンチームが勝つと思う方は画面をダブルタップ、クラウングレブリン軍団が勝つと思う方は高評価よろしくお願いいたします。それでは試合スタートです。さあ試合が始まりました。ちょっと待ってください、突如グレムリンの動きが止まりました。これはまさかタイタンクロックマンの時止め能力ではないでしょうか。なんとチートレベルの能力なのでしょうか。晴天だったはずの空でさえも暗雲立ち込めるほどの脅威。そしてその瞬間を見逃さず仲間の3人がすかさず蹴散らして試合終了。見事な連携プレーでした。勝者クロックマンチーム。あとラジクロックマンが何かアピールしてますね。しかし一難去ってまた一難、彼らのダークディセプション軍団との戦いはまだ終わりません。アップグレード大胆テレビマンとゴールドウォッチャー軍団を戦わしていく。まずは赤コーナー、世界が君を待っていた、負傷により最前線を離れていたヒーローがさらにパワーアップして帰ってきた、アップグレード大胆テレビマン。相対するは巨大な斧を振りかざし驚異の快進撃を見せる殺戮銅像が金色に輝く親玉と共に舞い戻ってきたゴールドウォッチャー軍団。さあ皆様、アップグレード大胆テレビマンが勝つと思う方は画面をダブルタップ、ゴールドウォッチャー軍団が勝つと思う方は高評価よろしくお願いいたします。それでは試合スタートです。さあ開始のゴングが響き渡りました。おっと一瞬で試合が決まってしまった。場内が静寂に包まれております。リプレイを見てみましょう。テレビマンに代々伝わる秘伝の奥義、モニター攻撃を繰り出した瞬間勝負が決まりました。怪物と謳われるウォッチャー軍団も頭を抱えて手も足も出ませんでした。恐るべしテレビマン。勝者アップグレードタイタンテレビマン。あ、そういえばこのテレビマンは本家かファンメイド、一体どちらなのでしょうか。
リーパーの厚軍団と人間 G マン100体を戦わしていく。まずは赤コーナー、地獄の病院へようこそ。男性へのひどい憎悪から生まれた拷問大好きナース、リーパーナース軍団。相対するは世界最弱の彼らはなぜ戦場に舞い戻るのか。今日こそ奇跡を見せてくれ、人間 G マン100体。さあ皆様、リーパーナース軍団が勝つと思う方は画面をダブルタップ、人間 G マン100体が勝つと思う方は高評価よろしくお願いいたします。それでは試合スタートです。さあリーパーナースがお得意のローラーシューズで G マンに襲いかかります。身体能力の高さも彼女たちの武器であります。どでかい注射針でぶっ刺しますが、やはり G マン軍団一切抵抗しません。 G マンたちがおもちゃのように次々と飛ばされていきます。なぜ彼らは試合のオファーを毎回絶対に断らないのか。これはまさに地獄絵図であります。さあ試合も終盤、ここでラスト1体がやられて試合終了。勝者リーパーナース軍団。いやー今日は一方的な試合でしたね。おっと、 G マンスケベリトイレが建物の陰から試合を見ていたようだ。ブラックウーマン3姉妹とリーパーナース軍団を戦わしていく。まずは赤コーナー、女だからと侮るなかれ、険しい男社会の中最前線で輝き続ける最強キャリアウーマン、ブラックウーマン3姉妹。相対するは拷問の餌食になった患者は数知れず、サディスティックで狂ったナースがさらなる親玉を連れて帰ってきたリーパーナース軍団。さあ皆様、ブラックウーマン3姉妹が勝つと思う方は画面をダブルタップ、リーパーナース軍団が勝つと思う方は高評価よろしくお願いいたします。それでは試合スタートです。さあ試合が始まり、おっと一瞬で試合が決まってしまった。なんという強さでしょうか。数々の視線をくぐり抜けてきた彼女たちにとって、今回の相手は序の口だったのでしょうか。彼女たちの表情からもかなり余裕の戦いだったように思われます。踊ってますね。世界屈指の強さを誇るダークディセプション軍団がいとも簡単にやられてしまいました。勝者ブラックウーマン3姉妹。さあダークディセプション軍団、次の挑戦者は一体誰になるのでしょうか。ブラックウーマン3姉妹とマダーモンキーズを戦わしていく。まずは赤コーナー、3人よれば文殊の知恵、彼女たちがひとたび力を合わせればもはや敵なし、ブラックウーマン3姉妹。相対するは大好物はバナナと血液、血に飢え狂った猿は今日も勝利をもぎ取れるのか、マダーモンキーズ。さあ皆様、ブラックウーマン3姉妹が勝つと思う方は画面をダブルタップ、マダーモンキーズが勝つと思う方は高評価よろしくお願いいたします。それでは試合スタートです。さあ開始と同時にウーマンズの一斉攻撃だ。彼女たちの一糸乱れぬ連携攻撃はもはや芸術レベルであります。激しく燃え盛るマーダーモンキーズ、身動きが取れずさすがの彼らもかなり食らっているようだ。しかしさすがのマーダーモンキーズ、ここで体勢を立て直し一気に攻撃に転じます。ウーマンズも負けじと攻撃を浴びせ続けますが、かなり苦戦を強いられております。さあ健闘虚しく次々と倒されていき、ここでラスト1体がやられて試合終了。勝者マーダーモンキーズ。やはり彼らは強かった。おっとウーマンズの部下がこの結果に動揺を隠せないようだ。ラッキーズラビットとパラサイトスクリートイレを戦わしていく。まずは赤コーナー、その中身は人か悪魔か、かの有名なテーマパークジョイジョイランドに潜む人食いウサギ、ラッキーズラビット。相対するは敵の体に寄生し思いのままに操る様はまさにトイレ界のメンタリスト、パラサイトスクリートイレ。さあ皆様、ラッキーズラビット軍団が勝つと思う方は画面をダブルタップ、パラサイトスクリートイレが勝つと思う方は高評価よろしくお願いいたします。それでは試合スタートです。さあ両者勢いよく飛び出しましたが、おっとラッキーザラビットの様子がおかしいですね。これは故障でしょうか。すべての動きが止まってしまいましたが、一度試合は中止にしましょうかね。あっと待ってください、突然ラッキーザラビットが一斉に爆発を起こし始めました。これは一体何が起こっているのでしょうか。さあそして最後の集団も大爆発とともに試合終了。これは少し審議が必要そうですが、勝者パラサイトトイレ。さあ皆様、次回の試合もジョイジョイランドのメンバーが出場いたします。あれ後ろにいるのはヒプノスクビリトイレとペニーザチキンを戦わしていく。まずは赤コーナー、彼の正体を知る者は未だおらず、不思議な魔力で場を支配する新手のトイレ、ヒプノスクビリトイレ。相対するは勝利のためなら我が子が詰まった卵でさえも武器に使うジョイジョイランドの愉快なチキン野郎、ペニーザチキン。さあ皆様、ヒプノスクビリトイレが勝つと思う方は画面をダブルタップ、ペニーザチキン軍団が勝つと思う方は高評価よろしくお願いいたします。それでは試合スタートです。さあ始まる。何が起きてるのでしょうか。謎の光がペニーザチキンを包み込んでおります。一度リプレイを見てみましょう。あ、ヒプノトイレが開始と同時に瞬間移動と謎の魔力を使っていたようだ。これはかなり厄介な能力であります。さあしかしペニーザチキン、なんとか体勢を整え、あ、ここで卵攻撃だ。これは弱そうですね。さあついに直接対決、どちらが、おっとすごい爆撃だ。どちらが立っているのでしょうか。まさか勝者ペニーザチキン。ちょっとこの試合は終始何が起きたか全く分かりませんでした。あれ、また後ろにいるのは。
ブロックマンチームとシェフモンキーズを戦わしていく。まずは赤コーナー、決め台詞は俺が時を止めた、時間を操り世界を平和へ導く正義のヒーロークロックマンチーム。相対するはキッチンに潜む狂気の猿人形は時間を操る最強戦士にどう立ち向かうのか、シェフモンキーズ。さあ皆様、クロックマンチームが勝つと思う方は画面をダブルタップ、シェフモンキーズが勝つと思う方は高評価よろしくお願いいたします。それでは試合スタートです。さあ開始早々クロックマンの時止め能力が発動しました。さすがのシェフモンキーズもこの攻撃には抗う術がないようです。快晴だった空にも暗雲が立ち込めます。さあここでクロックマンチーム一気に畳みかけます。この間にシェフモンキーズを倒せるかどうかで勝敗が決まるでしょう。しかし不死身のシェフモンキーズも必死に耐えています。さあ間もなく時止め効果が切れそうですが、あっとシェフモンキーズが動き出したと同時に一瞬で倒され試合終了。勝者シェフモンキーズ。時止め能力も猿人形の前では無力だったようだ。以上私ジーマントイレがお送りいたしました。チャンネル登録もよろしくね。ゴッドダムバックメムさんとハングリーザピックを戦わしていく。まずは赤コーナー、破滅の指パッチンで世界を支配するこの男は今日も一瞬で勝利をもぎ取るのか。ゴッドダムバックメムさん、相対するは同情するなら肉をくれ、欲望のままに全てをぶち壊すわがままボディのクレイジー野郎ハングリーザピック。さあ皆様、ゴッドダムバックメムさんが勝つと思う方は画面をダブルタップ、ハングリーザピックが勝つと思う方は高評価よろしくお願いいたします。それでは試合スタートです。さあ始まりました。おっといきなり大爆発が起こった。ハングリーザピックの生首が、我々の前になんとおぞましい光景が広がっているのでしょうか。ダフレッツさんの指パッチンであることは間違いないですが、これは少しやりすぎだ。この試合を通して我々は改めてダフレッツさんの恐ろしさを知ることになりました。全知全能の神ダフレッツブーム、ここにあり万歳。勝者ゴッドダフレッツブームさん。おっと、なぜか嬉しそうにプレハブに向かっていきますね。まさかこれはダフレッツさん、こんな悪趣味も持っていたんですね。なんとも恐ろしい。ジョイキル軍団とダッペックブーム軍団を戦わしていく。まずは赤コーナー、レディース&ジェントルメン、地獄のテーマパークへようこそ。お越しの皆様はジョイジョイランドに潜む最強兵器にご注意を。ジョイキル軍団、相対するはエンターテイメントを悪用する奴らは許さない、スクビディトイレの生みの親は今日もブチギレだ、ダッペックブーム軍団。さあ皆様、ジョイキル軍団が勝つと思う方は画面をダブルタップ、ダッペックブーム軍団が勝つと思う方は高評価よろしくお願いいたします。それでは試合スタートです。さあ両者勢いよく飛び出しましょう。おっと激しい爆発だ。これはジョイキル軍団が次々と破壊されております。全てを打ち砕くダッペックさんの鉄拳にはやはり勝てないのか。さあここでジョイキルが動き出しました。まさかこのエネルギーを溜め込む体勢は出ました。レーザー砲だ。あと誰にも当たってないですね。試合終了。勝者ダッペックブーム軍団。思い出作りの記念撮影までしてますね。とカメラストライダー軍団を戦わしていく。まずは赤コーナー、タイタンスピーカーマンから受けたビンタは数知れず、ボスのために仁義を全うする男の中の男、アップグレードマフィアスクビディトイレ。相対するは高い機動力と攻撃力で日夜カメラマン軍の勝利に貢献する昆虫型兵器カメラストライダー軍団。さあ皆様、アップグレードマフィアスクビディトイレが勝つと思う方は画面をダブルタップ、カメラストライダー軍団が勝つと思う方は高評価よろしくお願いいたします。それでは試合スタートです。さあゴングと同時に両者動き出しましょう。おっと早速スピーカースパイダーの音波攻撃が炸裂、とてつもない衝撃波でマフィアトイレの動きを封じます。がおっと次はトイレガンの液体攻撃だ。強力な3がばらまかれカメラ軍次々とダウンしていきます。差し合いも間もなく佳境、残すところカメラストライダー一体になってしまったが渾身の一人を食らい試合終了。勝者マフィアスケミニトイレ。あれなぜか屋上を見て震えてますね。おっと彼の因縁の相手タイタンスピーカーマンの登場だ。アップグレードマフィアスキビリノイルとアップグレードタイタンスピーカーマンを戦わしていく。まずは赤コーナー、何度倒されても立ち上がる、あの日タイタンスピーカーマンから受けたビンタの屈辱を今晴らせるか、アップグレードマフィアスキビリトイレ。相対するは過去の因縁に囚われる執念深きトイレ野郎に今日も渾身のビンタをお見舞いできるのか、アップグレードタイタンスピーカーマン。さあ皆様、アップグレードマフィアスキビリトイレが勝つと思う方は画面をダブルタップ、アップグレードタイタンスピーカーマンが勝つと思う方は高評価よろしくお願いいたします。それでは試合スタート。さあ始まりました。試合早々両者必殺技を繰り出します。おっとここでスピーカーマンの爆撃攻撃だ。煙の中のマフィアトイレは跡形もなくやられてしまった。なんともあっけない戦いでした。必死にファンをぶちまけて対抗しましたが無駄な抵抗に終わりました。残念ながら今回も因縁果たせずで試合終了。勝者アップグレードタイタンスピーカーマン。あれタイタンズの2人が何かしてますね。おっとマフィアトイレにビンタを浴びせております。さすがにこれはかわいそうだ。アップグレードタイタンス
テレビマンとアップグレードサイエンティストトイレを戦わしていく。まずは赤コーナー、暗雲立ち込め稲妻落ちしとき彼は現れる。仲間の窮地ならどこにいても駆けつける我らのヒーロー、アップグレードタイタンテレビマン。相対するは大量の武器を身にまといあのタイタンゾーもすら窮地に陥れた最強トイレ戦士、アップグレードサイエンティストスキビードイレ。さあ皆様、アップグレードタイタンテレビマンが勝つと思う方は画面をダブルタップ、アップグレードサイエンティストスキビードイレが勝つと思う方は高評価よろしくお願いいたします。それでは試合スタートです。さあ最強同士がぶつかり合う決戦。おっと一瞬でサイエンティストトイレやられてしまった。リプレイを見てみましょう。赤い光線で敵の動きを封じ渾身の一撃で仕留める。なんという鮮やかかつ洗練された戦闘スキルでありますでしょうか。あのタイタン像を絶望に陥れたトイレ男がいとも簡単に倒されてしまいました。勝者アップグレードタイタンテレビマン。あっとこっそり見学に来ていたGマントイレが気づかれてしまった。これはGマンまずいことになりましたが、必死に逃げてますね。これは情けない姿だ。アップグレードタイタンズとゴッドダンダックメムさんを戦わしていく。まずは赤コーナー、世界がこの時を待っていたスケビリトイレの親玉さえも恐怖で逃げ出す規格外のタイタン三重士、アップグレードタイタンズ。相対するは右手の指パッチンたった一つで世界を破滅に導く男は最強ヒーローすらも黙らせるのか、ゴッドダンダックメムさん。さあ皆様、アップグレードタイタンズが勝つと思う方は画面をダブルタップ、ゴッドダンダックメムさんが勝つと思う方は高評価よろしくお願いいたします。それでは試合スタートです。最強同士の決戦、おそらく試合は一瞬で決まるでしょう。さあ悪魔の指パッチン炸裂なるか。ちょっと待ってください、これはまさかゴッドダンバックムーンさんやられております。なんという番狂わせだ。神の力を持つ男が敗北してしまった。一度ここで指パッチンを出そうとしましたが、テレビマンの光線攻撃で動きを封じられ、残りの二人の連携攻撃は見事に炸裂したようだ。勝者アップグレードタイタンズ。予想外の結果でしたね。おっと屋上でスケビリトイレたちが何やら話し合いをしていますね。アップグレードタイタンカメラマンと超人ハルクを戦わしていく。まずは赤コーナー、前回の敗北から1年、対ハルク用のシールドを新たに備え、このリングに再び戻ってきたアップグレードタイタンカメラマン。相対するは相手がどれだけ武装しようが己の拳で全てぶち壊す緑の破壊王、超人ハルク。さあ皆様、アップグレードタイタンカメラマンが勝つと思う方は画面をダブルタップ、超人ハルクが勝つと思う方は高評価よろしくお願いいたします。それでは試合スタートです。さあリベンジがかかった一戦の火蓋が今切って落とされました。両者序盤からフルスロットルの攻撃の応酬、男の意地と意地が激しくぶつかり合います。未だかつてこれほどまでの肉弾戦があったでしょうか。おぞましいほどの轟音が場内に響き渡っております。あっとタイタンカメラマン新調したシールドで見事にハルクの攻撃を防いでおります。さあ試合も終盤、どちらが勝ってもおかしくないですが、あっとまさかの引き分けだ。これは予想外であります。一度会場リポーターのGマンさんにお話を聞いてみましょう。GマンさんデビルGマンスキビリトイレとマッスルスキビリトイレを戦わしていく。まずは赤コーナー、頭のどでかい飾りは権力の象徴か。スキビリウォーズの世界を支配するマルチバースGマントイレ、デビルGマンスキビリトイレ。相対するはいいからプロテインだ、トイレ界で最も筋肉を愛し筋肉に愛された男、マッスルスキビリトイレ。さあ皆様、デビルGマンスキビリトイレが勝つと思う方は画面をダブルタップ、マッスルスキビリトイレが勝つと思う方は高評価よろしくお願いいたします。それでは試合スタートです。本日は異色の対決、試合展開が全く読めませんが、あっと G マントイレやられてしまったか。リプレイを見てみましょう。 G マントイレが脳天から光線を放った後に気づけばマッスルトイレだけが立っておりました。あ、おそらく膝が G マンの顔に直撃してますね。全身に何百もの武器を仕込んでも腹にくくった一本の槍にはかないませんでした。勝者マッスルスケビリトイレ。いやー、なんともあっけない戦いでしたね。あっとダファックさんが震え上がってます。これは新種のファンメイドキャラに対する怒りか恐れか。アップグレードタイタンテレビマンと超人ハルクを戦わしていく。まずは赤コーナー、世界が彼を待っていた稲妻をまとい黒煙より現れし我らの救世主、アップグレードタイタンテレビマン。相対するは前回アップグレードタイタンカメラマンと互角の戦いを演じた怪力モンスター超人ハルク。さあ皆様、アップグレードタイタンテレビマンが勝つと思う方は画面をダブルタップ、超人ハルクが勝つと思う方は高評価よろしくお願いいたします。それでは試合スタートです。さあゴングと同時にテレビマン秘伝の光線攻撃が炸裂、超人ハルク万歳ポーズのまま身動きが取れません。このまま押し切れるのか。あっとさすが超人ハルク、ここはなんとか耐え抜けフルパワーで反撃を仕掛けます。さあ負けじと再度光線攻撃を繰り出します。なぜハルクは万歳ポーズになってしまうのか。あっとやはり倒れない、この男に光線攻撃は無意味なのか。さあ試合もついに佳境、世界中がこの試合の決着を見守っております。あっとまさか超人ハルクやられてしまった。勝者アップグレードタイタンテレビマン、仲間と喜びを分かち合っておりますね。トライタイタンとマッスルスキビリ
どりを戦わしていく。まずは赤コーナー、カメラマン、スピーカーマン、テレビマン、三大ヒーロー、すべての武器を詰め込んだ欲張りモンスター、最強生物トライタイタン。相対するは鋼のように鍛え上げたその筋肉はどんな鋭い槍すらも通さないマッスルスキビディトイレ。さあ皆様、最強の矛トライタイタンが勝つと思う方は画面をダブルタップ、最強の盾マッスルスキビディトイレが勝つと思う方は高評価よろしくお願いいたします。それでは試合スタートです。さあまずはトライタイタンが一気に攻め込みます。攻撃力の高さに定評のあるトライタイタン、敵の牙城を崩せるでしょうか。おっと、さすがは防御力に定評のあるマッスルトイレ、この攻撃でさえも一切微動だにしません。勝者は最強の矛か、あるいは最強の盾か、世界が固唾を飲み決着を待ちます。さあ3時間もの長期戦により両者疲労が見えてきましたが、おっとここで突然試合が決まってしまった。勝者マッスルスケミでトイレ。最強の矛盾対決は盾に軍配が上がりました。あっと、観戦に来ていた二人がこの結果に恐れおののいております。超人ハルクとマッスルスピードよりを戦わしていく。まずは赤コーナー、パワーパワーパワー、極限まで鍛え上げた筋力のみで数多くの最強たちを打ち負かしてきたマッスルモンスター超人ハルク。相対するは未だ敗北を知らないこの筋肉トイレは筋力過去最強モンスターにどう立ち向かうのか、マッスルスピードトイレ。さあ皆様、超人ハルクが勝つと思う方は画面をダブルタップ、マッスルスキビニトイレが勝つと思う方は高評価よろしくお願いいたします。それでは試合スタートです。さあゴングと同時にマッスルトイレ軽やかに飛び上がりました。あっと、これは挑発行為でしょうか。おっと待ってください、全てを打ち砕くハルクの拳が全く効いていません。なんという鋼の肉体。さあここでハルク一度気合を入れ直し、全てのパワーを拳に込めます。一発一発が 100% 以上の魂の連弾、男同士のプライドのぶつかり合い、最後に立っているのは一体どちらなのか。ハルクが拳を掲げて試合終了。勝者超人ハルク。この結果に弟子たちもがっかりしていることでしょう。筋トレに夢中で全く試合を見ていませんでした。タイタンパソコンマンとマルチマス G マン軍団を戦わしていく。まずは赤コーナー、あのスティーブ・ジョブズさえもうならせた最先端テクノロジーにより生み出された近未来型高性能ヒーロータイタンパソコンマン。相対するは我々が存在する世界とは別の時間軸を生きる極悪移動のスキビディ野郎マルチマス G マン軍団。さあ皆様、タイタンパソコンマンが勝つと思う方は画面をダブルタップ、マルチバース G マン軍団が勝つと思う方は高評価よろしくお願いいたします。それでは試合スタートです。さあ早速とんでもない爆撃とともに試合が始まりました。この爆撃攻撃は全身武装の巨大 G マンによるものですね。かなり手強い相手だ。あっと、しかし一瞬で G マンやられてしまった。さあここからはサイエンティストゴミ箱との一騎打ち。おっと、パソコンマンは特殊な武器を使って交戦しております。さあ試合も終盤、どちらに軍配が上がるのか。あっと、パソコンマンが回転レーザーで切り裂いた。勝者タイタンパソコンマン。あれ、ダバクさんがなぜか向かっていきますね。待ってください、これチームへの勧誘じゃないですか。ワンパンマンとマッスルスキビリトリを戦わしていく。まずは赤コーナー、数々の歴戦の猛者をワンパンで打ちのめし、この世界の生きるハゲ伝説となった男が再びこのリングに帰ってきたワンパン。相対するは悪なき鍛錬により手に入れた鋼鉄のボディは最強の拳にすらも耐えられるのか、マッスルスキビートイレ。さあ皆様、ワンパンマンが勝つと思う方は画面をダブルタップ、マッスルスキビートイレが勝つと思う方は高評価よろしくお願いいたします。それでは試合スタートです。さあ開始と同時にマッスルトイレ大きく飛び上がりました。これは平然を貫くワンパンマンへの挑発行為でありますでしょうか。しかしさすがは百戦錬磨の男、表情すら一切変えない落ち着きっぷり。さあついにマッスルトイレが攻撃を仕掛けますが、ワンパンだ。さあついにマッスルトイレが攻撃を仕掛けますが、ワンパンだ。さあついにマッスルトイレが攻撃を仕掛けますが、ワンパンだ。勝者ワンパンマン。鋼鉄のボディもこの男の前では無力でありました。あっと、ワンパンマンさん、それで家に帰ったらダメですよ。まだモンキー100体とアップグレードタイタンテレビマンを戦わしていく。まずは赤コーナー、打てど倒れない、数々の猛者を恐怖に陥れてきたカラクリ仕掛けの猿人形マダーモンキー100体。相対するは仲間を守るためさらに強くなったヒーローは不死身の猿人形を相手にどう立ち回るのか、アップグレードタイタンテレビマン。さあ皆様、マダーモンキー100体が勝つと思う方は画面をダブルタップ、アップグレードタイタンテレビマンが勝つと思う方は高評価よろしくお願いいたします。それでは試合スタートです。さあ早速テレビマン必殺光線攻撃が放たれました。この攻撃で過去数々の敵を一瞬で蹴散らしてきました。さすがのマーダーモンキーも一切身動きが取れません。これは勝負ありでしょうか。いや、マーダーモンキーまだ動いております。これは絶対絶命。あっと、試合終了。いや、テレビマン勝利を確信したのか背中を向け油断してしまいました。勝者マーダーモンキー。いや、本日も素晴らしい戦いでした。本日も私 G マンスキビディトイレの実況でお送りいたしました。チャンネル登録もよろしくね。タイタングロック
マンとサイエンティストスクミートイレを戦わしていく。まずは赤コーナー、時間を操る秘密結社の最高戦力として戦場の最前線を駆け回る金色のヒーロータイタンクロックマン。相対するはスクミートイレを黎明期から支える謎多きハゲオヤジ、アップグレードサイエンティストスクミートイレ。さあ皆様、タイタンクロックマンが勝つと思う方は画面をダブルタップ、アップグレードサイエンティストトイレが勝つと思う方は高評価よろしくお願いいたします。それでは試合スタートです。佐々木に仕掛けたのはサイエンティストトイレですが、おっとタイタンクロックマンが一切反撃をしません。かなり一方的な試合になっておりますが、あっとこの攻撃はまさか、時間を止めています。ピクリとも動きません。快晴だった空にも暗雲が立ち込める中、クロックマンの反撃が始まります。もはやこうなると無双状態、サイエンティストなすすべもなく試合終了。おっとダボックさんがクロックマンに近づいていきますね。あ、これまたチームに勧誘していますね。さすがにタイタンクロックマンも苦笑いのようだ。タイタントリオとジーマンサイエンティスト軍団を戦わしていく。まずは赤コーナー、長い時を経てようやく集結した彼らにもはや敵なしタイタントリオ。相対するはその正体は本物なのか、スクビディトイレ界の頂点に君臨する最強コンビ、ジーマンサイエンティスト軍団。さあ皆様、タイタントリオが勝つと思う方は画面をダブルタップ、ジーマンサイエンティスト軍団が勝つと思う方は高評価よろしくお願いいたします。それでは試合スタートです。さあ最強同士がぶつかり合う決戦、両者開始早々激しくぶつかり合います。おっと凄まじい爆撃だ。これはまさか試合終了。リプレイを見てみましょう。テレビマンとカメラマンが最前線に飛び出し、後方からスピーカーマンの爆撃攻撃で試合が決したようです。熱い信頼から生まれるあうんの呼吸、彼ら3人のコンビネーションにトイレ側もなすすべなしでございました。勝者タイタントリオ。あれ、テレビマンがスピーカーマンに何か言ってますね。あー、これはスピーカーマン気まずそうだ。タイタンクロックマンと超人ハルクを戦わしていく。さあ本日は時間を操るタイタンクロックマンと全てを拳で打ち砕いてきた脳筋モンスター超人ハルクがついにこの地でぶつかり合います。さあ皆様、タイタンクロックマンが勝つと思う方は画面をダブルタップ、超人ハルクが勝つと思う方は高評価よろしくお願いいたします。それでは試合スタートです。全世界が見守る中、ゴングが鳴らされました。超人ハルク開始早々フルスロットルで攻撃を浴びせます。とてつもない重圧のパンチでありますが、タイタンクロックマンにはあまり効いていないようだ。さあ試合はここからどう動くか。あっとこれはまさか、殿下の宝刀時止め攻撃が炸裂だ。さすがの攻撃でハルクも、いや待ってください、動いています。止められた時間の中を気合で動きました。さあクロックマン慌てて再び攻撃を繰り出しますが、やはりこの男には効いていない。未だかつて止められた時間の中を動けた人物はいたでしょうか。こうなるとクロックマンもなすすべなしで試合終了。勝者超人ハルク。予想外の結果にクロックマンチームを怯えております。アップグレードしすぎたサイエンティストトイレとゴッドダッグブームさんを戦わしていく。本日はとんでもない化け物が現れました。まずは赤コーナー、多ければいいってもんじゃない、力を求め続けた男の慣れの果てをとくとご覧あれ。アップグレードしすぎたサイエンティストトイレ、相対するは新たに生み出されためちゃくちゃのファンメイドキャラに対して、今日も怒りの指パッチンが炸裂するのか、ゴッドダッグブームさん。さあ皆様、アップグレードしすぎたサイエンティストトイレが勝つと思う方は画面をダブルタップ、ゴッドダッグブームさんが勝つと思う方は高評価よろしくお願いいたします。それでは試合スタートです。さあ始まりました、あっと一撃だ。さあ始まりました、あっと一撃だ。さあ始まりました、あっと一撃だ。あ、ダファークさん急所の股間にレーザーを当てられてますね。しかし本日も指パッチンは健在、ファンメイドキャラには負けないぞといったところでしょうか。勝者ゴッドダッグブームさん。あと突然カメラマンたちが暴れ始めました。相当怒りが溜まっていたのでしょうか。トライタイタンとデビルジーマンスキビリトイレを戦わしていく。まずは赤コーナー、カメラ、スピーカー、テレビ、すべての能力を司る全知全能の暴走モンスタートライタイタン。相対するはスキビリウォーズで一度敗北を喫したこの男がリベンジを誓って帰ってきたデビルジーマンスキビリトイレ。さあ皆様、トライタイタンが勝つと思う方は画面をダブルタップ、デビルジーマンスキビリトイレが勝つと思う方は高評価よろしくお願いいたします。それでは試合スタートです。さあジーマンにとっては負けられない戦いですが、やはり結果は変わらなかった。くしくも前回と全く同じ形での敗北ですね。リベンジを誓って鍛錬を積んできたGマンにとっては屈辱の残る結果でした。それにしてもトライタイタン一切無駄のないスマートな勝利でした。勝者トライタイタン。あれ、またダバックさんが向かっていきますね。次はトライタイタンを勧誘するつもりでしょうか。あ、やっぱり完全にチームへの勧誘ですね。必死に説得しているのでしょうか。マルチバース
最短カメラマンとマルチバース G マンを戦わしていく。まずは赤コーナー、別の時間軸を生きるタイタンカメラマンたちが時空を超えてついに手を組んだマルチバースタイタンカメラマンチーム。相対するは G マンの G マンによる G マンのための世界を求める自分勝手な顔面競技集団、マルチバース G マン軍団。さあ皆様、マルチバースタイタンカメラマンチームが勝つと思う方は画面をダブルタップ、マルチバース G マン軍団が勝つと思う方は高評価よろしくお願いいたします。それでは試合スタートです。さあマルチバースの垣根を越えたバトルですが、あと何が起こったのでしょうか。立っているのはタイタンカメラマンだけですね。一度リプレイを見てみましょう。あ、タイタンカメラマンのリアクター攻撃に全員巻き込まれてしまったようだ。それにしてもタイタンカメラトイレと全く連携が取れておりませんね。なんとも言えない結果になってしまいました。勝者アップグレードタイタンカメラマン。お仲間のタイタンスピーカーマンも嬉しそうにはしゃいでいますね。いやーめでたしめでたし。ということでいかがでしたでしょうか。いやーこんだけ作ってきてもまだまだネタ切れしまへんな。まあ特にフルフルが一番お世話になってるスケビリトイレがね、ファンメイドも含めるともう日に日にどんどん規模大きくなっていってる境にね、これからもねどんどんもっと増えると思いますので、ガンガンショート動画出していきたいと思います。はい、では最後まで見てくださった皆様、ぜひチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。